こいつ、なんだこの強さは、器というだけの強さではない？この強さ、まさか器ではなく私と同じ大罪の巫女なのか。目を覚まして、ロカちゃん、ロカちゃーん。ここから起きた出来事は中継できなかった。なぜなら無抵抗のリオ選手をロカ選手が肉塊になるまで何度もいたぶっている無ごたらしい映像だったから。観客席にいた者はロカ選手に対して強く批判し、恐怖し、嫌悪を持った。暴走したロカちゃんを止めようとしたリオ選手は世界から称賛され、世界の誰からも認められる英雄として名を強く広めた。全大会史上無謀試合として本当の意味で伝説となった。ジュルジュ、初対面で呼び捨てとは礼儀がなっていないな。これは何のつもりだ。ステージ外で能力使用による抑制。それは俺のセリフだ。ヒイラギ、お前こそ全力で控え室に向かっていたが何をしようとしていた。まさか試合の妨害をしようと企んでいたわけではないよな。もしそうなら正当性は俺にあるぞ。そう、試合前だが宝を片付けを仕切るか。敵丸だし、戦う気満々か。試合前に残念だ。ただ、だ、無力か。力が、そこでおとなしくしていろ。お前は危険人物として試合開始前まで運営にある軟禁設備に連れて行く。そう、そう、でも足も出ねえ。お前らはいつもいつも面倒を起こす。いい加減にしろ。状況の深刻さを理解していないのですか。今放っておけばきっと後悔するわ。それは試合が終わった後でいいだろう。中継と運営が動いている以上に出す行為はテロとして扱われる可能性もあると言っている。余計な罪を増やすな。どうせこの試合はもうじき終わる。もうリオ元隊長の敗北は明確だ。それまで待て。刻一刻を争うんですよ。今ロカちゃんの中に入っているものを取り出さないと手遅れになる。1分1秒、あなたは軽く見ている。今行かないと絶対に後悔する。責任を取れるのか。言うじゃないか。だが俺の考えは変わらん。もうじき終わる。それまでそこで待っていろ。試合前だから力を使いたくなかったのですが、ここは強行突破を狙うしか。あらん、融通が効かないにも程があるぞ。ファルドラ隊長か、お前まで通せというつもりか。ああ、あれはまずいだろ。どう考えたって、お前はあの姿と今起きている現状を正常だと思うのか。シェインに連絡しろよ。あいつもいつまでも見させてるだけじゃなくてジャッジをさせろ。もう終わってるだろ。ならその連絡をする。少し待て。悪く思わないでくれ。あいつはいつも管理ばかりやって、こういう現場の現状把握が慣れていないんだ。ご協力、感謝します。あれはどう見ても異常事態だ。 OK が出たらすぐに止めるぞ。賢い責任者だってよかった。だけどここからロカちゃんを止めないといけない。やめろ、ジョルジュ、能力を解いてやれ。今この状況ではヒイラギの行動が正しい。俺も今の現状は緊急事態だと思う。即座にお前もステージに向かうぞ。わかりました。ですが、このヒイラギはこのままにしておきます。どちらにせよ足手まといなので。ヒイラギくん、すまないがそれに関しては俺も同感だ。すまないが俺たちに任せてくれないか。わかりました。お願いします。娘のために怒り、即座に駆けつけてくれたこと、心から感謝する。さすがは大岡が連れてきた男のだけはあるな。任せろ、俺が絶対に止める。ちっ、リオには腹が立っていたからあのままウクワも殴り殺されて欲しかったんだがな。わかりました、すぐに向かいましょう。チェイン、もう決着も決まっているだろう。地球試合を終わらせ正義モードに変えろ。暴走しているロカ選手の制圧に向かう。わかった、ならもう試合終わらせるね。リオ選手は戦闘不能とみなし、1回戦第11試合勝者、ロカ選手。行くぞ、死ぬ気でかからないと殺されるぞ、いいな。ああ。私がロカちゃんに触れたらロカちゃんの体内に干渉します。それまで意識をそらせていただけたら。了解だ。わあ、すご、放送止めて正解だったわ。これは戦場レベルの悲惨さだ。ファルドラ、能力でどうにかなるか。楽勝、今日の試合相手全然手応えなかったからむしろ今楽しみだね。それじゃあ僕が前線に立とうかな。アシストよろしく。好きにしろ。虚構、逆転。残念、全部逆だ。本能だけじゃ僕の虚構は超えられないぜ。え、マジ？虚構を強制終了させられたんだけど。魔王の方法。いやー、やばかった。虚構自体が一瞬でコスパみじんだ。何やってるんだお前は。あらん、あの光はやばいぜ。僕の虚構すらも強制終了だ。無力化させてからの超効果力砲、初見殺しもいいところだ。なるほど、観察した限り全方向自動効果力砲のホーミング効果好きだ。回避も容易ではないな。ブズブズしてたら相手からご指名だ。あらん、どうせなら1回戦前に2回戦の相手倒しとけ。簡単に言ってくれる。天野だ。オーラ防御全振りでもダメージ受けるか。距離開けて様子を伺ってても捕らえられたらおしまいだ。攻めるしかないな。魔物。追えなかった。速さも化け物級かよ。
ファルドラ、応援を連れてこい。それまで俺とあの女で時間を稼ぐ。バカ言うな。二人で本気で攻めるぞ。出し惜しみなしだ。光には気をつけろよ。まさか最初二人でも止められないなんて。これは本格的にまずいですね。ご主人たちを呼ぶか。でも二人がチャンスを作ってくれた時に私がいないと。どうなってるのよ。ロカちゃんがリオを倒したのも驚きだけど、今怪獣、とんでもないことになってるじゃない。あんな化け物と戦うのもごめんだし、今はリオを守らないと。君たち、ここは危ないから避難しなさい。指揮棟や、まずい、彼は私を毒虫と知っている。指揮隊長、この二人は一般市民だ。ジョルジュ、安全な場所まで案内してやるんだ。そこの緑の女性、ロカの友人を守ってくれた恩、感謝する。なるほど、守ってくれた恩返しに見逃してやるってことか。なら私たち二人で逃げ出せます。心遣い感謝します。そうか、なら逃げるんだな。ジョルジュ、行くぞ。わかりました。凄まじいですね。ジョルジュ、お前はファルドラとアランの中央、大将とは俺一人でやる。わかりました。ファルドラ隊長、アラン隊長、指揮隊長からの命令です。下がってください。おいおい、せっかく楽しくなってきたところだぞ。ああ、そうだな。だが指揮隊長が言うなら下がるぞ。休憩だ。下がるぞ。トウヤさん、ロカちゃんの中身干渉しますので、すっさい作ってもらえれば。必要ない、このまま気絶させる。その後じっくり見てくれ。大体わかる。もう時間的に剥がすのは不可能だ。なら気絶させて正気に戻させることを優先させる。メリアさんは悪いが、トトの専属医師の子を連れてきてくれ。負傷者が出ている。わかりました。気をつけてください。ロカ、少し痛い思いをするが我慢しろ。いいな。安心しろ、親と子がつまずいたら支えてやる。そのまま倒れておけ。お前に何があったんだ。ロカ、リオが何か試合中慌てていたな。もしかしたら何か知っているかもしれない。すぐに聞いてみるか。安心しろ、あとは父さんやロカの仲間がどうにかする。ロカは眠っていろ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。